保育園の雰囲気はどうですか？職員全員みんななんか和気あいあいとしててすごく楽しいです。あと同期とか先輩とか年の近い人が多いのですごくわからないこととかも質問しやすいし、なんか連携とかすごく取りやすくて仕事がすごく充実してるなって感じます。お休みの日って何してますか？お休みの日はなんか週休2日制で必ず2日間お休みが取れるので、こう友達と遊びに行ったりとか、それこそ園で同期とかとすごく仲良く仕事をしてて、なんかそういう同期とかと一緒に映画館とか遊びに行ったりしてます。あと勤務終わりとかも先輩と一緒にご飯行ったりとかしてます。なんか先輩が誘ってくれたりするので、一緒になんか仕事の悩み話したりプライベートの話で盛り上がったりとかしてます。あと有給でタイとか、外国に行ってる先生がいるっていう風に聞いたので、私も行きたいなって思ってます。お給料の使い道は何ですか？初任給22万円いただいてるので、お買い物や旅行に使っています。たくさん使っていますが貯金もできています。大変なことはありますか？行事を一から作り上げていくことです。キートスでは先生たちでやりたい行事を考えて一から作っていけるので、初めての経験でわからないことはありますが、先生たちと協力して成功した時はとても嬉しかったです。